こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。鶏胸肉塩ソテーです。鶏胸肉の塩ソテー。卵焼き LL4 個、キャベツの牛タンスープ2、白ご飯。以上ですね。これが今日の晩飯になります。足らなければ卵を焼くなり、昨日みたいに魚肉ソーセージを食べるなり、なんなりします。肝心の体重ですね。食べてないつもりでも運動量に比べれば食べてるんですね。徐々に徐々に増えていってます。今日は 200g 減りましたね。これは便通が良かったのと、腸の張り、炎症が減ってるんでしょうね。 57.7、 200g 減ってます。14.9%、 体重 57.7、 体脂肪率 14.9%、 基礎代謝 1326、 内臓脂肪レベル6、 筋肉量 46.5、 筋肉量スコアマイナス2、 推定骨量 2.6。 もう一度、体重 57.7、 体脂肪率 14.9、 基礎代謝 1326、内臓脂肪レベル6、筋肉量 46.5、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 です。もう一度、鶏胸肉塩焼き、もしくは塩ソテーですね。卵焼き、キャベツの外葉をチキン、牛タンスープで煮たやつ、白ご飯。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。